道南のスルメイカ漁が解禁され、今朝函館の漁港から船が出漁しました。函館漁港では今朝、漁師たちが出漁の準備に追われていました。道南のスルメイカ漁は今月1日に解禁されましたが、漁場となる青森県沖の風が強く出漁を見合わせていました。函館水産試験場が先月行った漁獲調査では、1時間あたりに取れるイカの数が2001年以降で最低の値でした。2日休んだからね、なんぼが胃が回ってなければいいけど、行ってみなきゃ分かりません。ちょっと情報あまりいくねえからさ、今年もダメなんだかな。スルメイカは明日朝初水揚げされ、そのまま競りにかけられる予定です。